今日は中華を2種類作ります。中華っていうか、なんちゃって中華。冷凍赤いかのき切り落とし。それと、ちくはかさまし。たけのこの冷凍と、にんじんと、ネギと、にんにくと、生姜。それと、空心菜。 が3直に1袋だけ残ってたのでそれを買ってきました多分2束分ぐらいはあるんじゃないかなと思います150円これで作りたいと思います合わせ調味料から作ってきますお砂糖にケチャップとそれからお酢を入れて 醤油を入れてお水を入れてネギの白い部分をみじん切りにしてそれを合わせ調味料に入れて混ぜて一旦置いときますにんにくと生姜は皮をむいてにんにくはみじん切り生姜もみじん切りにして置いときます人参は乱切り空心菜は葉っぱと茎を分けてきます 空心菜を食べるのは多分初めてぐらいなんで、どうなんだろう。ちょっと撮影が撮れてないところがあってすいません。ちくわは食べやすい大きさにカットして、冷凍のイカは塩と、あとは胡椒と、お酒を少しでもみ込んでおきました。ちくわとイカの揚げ衣は、 小麦粉、片栗粉、ベーキングパウダー、水。あ、あと塩も少し入れてます。あ、あと油も少し入ってます。天ぷらよりも少し硬めの衣です。野菜の下茹でをしていきます。右の方は冷凍タケノコと人参で、左側は空心菜。空心菜はさっと湯がきます。 タケノコとニンジンは火が中まで通るように茹でてきます。ちくわに衣を絡めて揚げてきます。イカの方は軽く水分を切ってから同じように衣に絡めて揚げてきます。このままだとサクサクして美味しいフリッターになりますが、今回は エビチリみたいな感じでソースに絡めてきます。ここも録画できてませんでした。フライパンに油とニンニクと生姜を入れて香りが出たら先ほど作った合わせ調味料をフライパンの中に入れてぐらぐらと煮立ったら茹でた人参とタケノコと揚げたものを一緒に入れて絡めて 出来上がりになります。空心菜の方は油にニンニクを入れて香りが出てきたら茹でた空心菜を入れてさっと炒めて塩で味付けして終わり。できたー。今日の晩ご飯はイカちくわチリと空心菜の塩炒めと昨日の残りの じゃがいもカレー。以上でした。